はい、こんにちは。獅子丸の YouTube チャンネルです。はい、9月になりましてね、そろそろカブトムシもね、終わりの、季節をね、迎えるんですけども、どうかな？なくなっちゃったかな？寝てますね。はい。今日はね、9月になったんで、そろそろね、もし卵を産んでたら、ちょっとね、小さい幼虫化になってるかな。ちょっとね、今日はね、それをね、確認してみ、たいと思います。ちょうどね、カブトムシ出てるんでね、はい、よしと、はい、とりあえずこんな感じですかね。はい、あとはちょっと中身をね出して、見て、それからね見てみたいと思います。はい、じゃあねちょっとね中身の方確認してみましょう。はい、よいしょ。ちょっとね、上積みの部分ね、開けます。はい、わかりますかね？あれが卵ですね、カブトムシの。はい。まだね、卵なんでね、まだ幼虫になってないですね。これから孵化してですね、餌をね食べると思います。あそこにちょっといますね。こっちの方にはいましたね。はい、ここら辺いますね。はい、すでに。ここら辺いますね。はい、こういうやつですね。はい、まだね、卵のやつもいるし、あ、ここに卵ありましたね。はい、これです、卵。これがカブトムシの卵ですね。ちょっとピントが合ってないかな。はい。これですね。はい。何匹かいますね。はい。ということで、親たちはですね、もう別な場所に、はい。移してですね、この子たちが、傷つけられないようにですね、はい、この子たちだけでですね、はい、飼育ケースの中でね、はい、育てていきたいと思います。はい、ということで、9月になりましてね、カブトムシの産卵状況とですね、幼虫の確認を今日はしてみました。はい、ちゃんとですね、産卵を済ませてですね、卵の方も、若干、孵化しまして、幼虫の方もね、確認できました。これでね、来シーズンも、カブトムシね、出てきてくれると思いますので、ひとまずはね、安心かなということですね。はい、なので、もうね、親の方はですね、こちらの、大きいね、飼育ケースの方で、あとはね、どれぐらいですかね、3週間ぐらいでしょうかね。はい、過ごしてもらう形ですね。はい、飼育、していきたいと思います。幼虫の方はですね、本格的なですね、冬越しをするためにね、もうちょっと大きくなってからですね、大きな、容器にね、移して、新しいね、餌も必要になりますんで、その時はね、また、準備をしてですね、お送りしてみたいと思いますんで、はい、よろしかったらね、また見てください。はい、ということで今日はですね、9月の、カブトムシの、産卵状況と幼虫のチェック、はい、してみました。はい、以上になります。